トーマス・アーサー・メゼロー・ジュニアはアメリカ合衆国の弁護士である。マイケル・ジャクソン裁判の主任弁護士を務めたことで最も有名で元アマチュアボクサーである。ロサンゼルスに刑事法専門の法律事務所を持つ。彼は南アメリカとロサンゼルスのアフリカ系アメリカ人コミュニティのために無料奉仕の法律貢献も行う。1950年7月1日に ニューヨーク州ウェストポイントに誕生する。1973年には、ハーバード大学を卒業し、学士号を得る。1975年には、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの修士号と、カリフォルニア大学、ヘイスティングス法律学校の法学博士号を得た。2003年11月20日に、マイケル・ジャクソンが少年への性的虐待容疑で、逮捕された後、メゼローは、 マイケル側から弁護依頼を受けた。逮捕当初のメディアの報道は、マイケルは間違いなく有罪であるかのような報道姿勢であった。2004年4月に、メゼローは、マイケルの弟であるランディの依頼により、正式にマイケルの弁護団長を受け持つことになった。裁判は、非常に白熱したが、彼の弁説は素晴らしく、マイケルの疑惑に対する証言のすべてに矛盾点がある。 ことを指摘し、マイケルの無罪を証明した。2005年6月13日の無罪判決後に、真実は正された。彼は無実だった。初めからそうだったと勝利宣言を出した。裁判中はマイケルのみならず、メゼローに関しても、髪が長いなどの変な報道が付きまとっていた。その後もしばらくはマイケルに雇われていたが、私は、 刑事裁判で弁護をする人間であるという信念があったため、マイケルの下を離れた。ただし、その後も個人的な付き合いは続いた。無罪判決から4年後の2009年6月25日、マイケルは50歳で急死してしまう。2ヶ月半後の9月3日にフォレストローン、グレンデール墓地で行われた埋葬式には裁判の弁護団長メゼローも出席した。ありがとうございます。